ゆりやちゃん、お疲れ様。さっき決まったことだけど、木島くんには辞めてもらうことになった。お疲れ様です。そうなんですね。これで一安心だね。そうですね。インスタも LINE もブロックした？はい、一応しました。よし。ちなみに盗まれた体操服だけど、戻ってきたりしてないよな。してないですね。というか、もういらないです。まあ、それもそうか。はい。いろいろ聞いたけど、容疑は認めてなかったよ。木島さんがですか？うん、ストーカーなんかしてないって。そうなんですね。これ、危険だよね。自分がストーカー行為してるってことを全く理解できてないってことだから。確かに、そうですね。でも、安心してほしい。これからも俺が送り迎えするから。え、大丈夫ですよ。大丈夫なことないよ。辞めたからといってストーカーがなくなることもないし、もし対策してなくて木島がユリアちゃんに何かしたら、俺、後悔してもしきれないよ。だから、俺に守らせてほしい。ありがとうございます。正直まだ一人だと怖いので、一緒にいてくださると助かります。母や父にも頼みにくいので。うん。精一杯俺を頼ってね。はい。一週間後。ユリア、今何してる？どうしたの？トシオ。別に、何もしてないけど。じゃあ、LINE しよう。いいけど、目的ないの？目的ないと LINE したらダメなのか？いや、別に。あのさ、ユリア、もしかして彼氏できた？はあ？いや、なんかそんな感じして。何の勘違い？じゃあ、できてないのか？ないよ。そっか。なんか最近ユリア見てたらそんな感じしたからな。まあ、気になる人はできたよね。え、マジで？うん。同じクラスの人？うん、別のクラス？てか同じ学年？先輩？後輩？すごい聞いてくるじゃん。気になるだろう。まず学校の人じゃないかな。え、バイト先？うん。マジか、最近始めたって言ってたよな。そうそう。年上？そうだね。向こうはユリアのことどう思ってんの？そんなのわかんないよ。すごく優しく接してくれるの。え、脈ありな感じ？というより親切なだけかも。最近バイト先でトラブルあって、わけあってその人にバイト終わった後、家まで車で送ってくれるの。え、家まで？うん、優しくない？危なくないか？そんなことないよ。むしろ危ない目に遭いそうな私を助けてくれてるもん。そんな危ない目に遭うか？うん、実はね、最近ストーカーされてたの。え、誰に？それも同じバイト先の人。やばいだろそれ、警察に行ったのか？そこまで発展してない。大事になる前に店長に相談して、そのまま警護までしてくれてるの。家まで店長が車で送るのか？そう。毎回？毎回。もうさ、そんなことされたら嫌でも意識しちゃうよね。なんか怪しくないかそいつ。さっきから何が言いたいの？その店長何歳なの？年齢関係ある？かなり年上なのか？確か37歳くらいだよ。一回り以上違うじゃん。だから何？恋愛に年齢は関係ないでしょ？いや、37歳の大人が女子高生を車に乗せて家まで送るとか異常だよ。何もされてないけど。いずれされるよ。トシア、あんたどうしたの？そんな性格悪いやつだっけ？俺は心配してるんだよ。心配ならいらないよ。店長はすごくいい人だから。そいつと付き合うのか？まだそんな話してない。告白されたら付き合うのか？トシアには関係ないでしょ。あるよ。明日話したいことがある。昼休みか放課後、時間くれ。翌日。ユリアちゃん、今日もお疲れ様。なんか今日元気なかったけど、どうかした？ストーカー被害あった？お疲れ様です。いえ、そうじゃないんです。実は今日同級生から告白されたんです。え、そうなの？はい。ずっと仲良くしてた友達で、そういう感情で見てなかったから。でもなんか断るの申し訳なくて。まさか OK したの？いえ、お断りしました。ただ泣きそうになってたので、今まで思わせぶりな態度とかそういうことをしてきたのかなって。それは仕方ないよ。ユリアちゃんが可愛すぎるだけ。反省する必要なんてないよ。ありがとうございます。店長は本当に優しいですね。そんなことないって。そんなことあります。ほぼ毎日出勤して忙しいのに、私の家まで送るなんて普通できません。本音言ってもいい？え？
実は最初の方はさ、責任感で送ってたんだよ。自分のバイト先で問題が起きて、ユリアちゃんに何かあったら困る、そう思って行動してたんだ。でも最近は違うんだよ。出勤後に過ごすあの15分間が自分の生活の一部になってて、俺にとって大切な時間になってるんだ。ごめんね、気持ち悪いこと言って。そんなことありません。私もあの時間好きです。ほんと？実は迷惑だったりしてない？迷惑だなんてありえません。私店長ならいいです。いいですってどういう意味？忘れてください。え、教えてよ。恥ずかしいので忘れてください。じゃあ明日直接教えてね。はい。1時間後。ユリア、今日はありがとう。振られたけど諦めないから。俺はずっと好きだった。ユリアのことがずっと好きだった。トシア、ごめんね。トシアとは付き合えない。その店長がそんなに好きなのか？うん。俺じゃダメ？うん。なんで？もう友達としてしか見られない。どうしたら彼氏になれる？わかんない。ずるいよ、俺こんなに好きなのに。ごめんね。翌日。店長、お疲れ様です。今日もありがとうございました。ユリアちゃん、今日のことは内緒ね。はい、誰にも言いません。嫌じゃなかった？急にキスして。むしろ嬉しかったです。というか待ってました。かわいい。本当は家に降ろさずに俺の家まで持って帰りたかったよ。え、誘ってくれたら行きましたよ。嘘つけよ。本当です。親にはなんて説明するの？それはの無理だろ。でも行きたい気持ちは 120% あります。嬉しいな。でも俺の家来てもいいの？キス以上のことしちゃうかもよ。私だって大人です。明日バイトないので会えないですね。つら。本当に思ってますか？当たり前。てか今週会う回数少ないね。はい。日曜は俺も休みだしな。何か予定あるんですか？いや特にないんだけど、有給消化しないとダメなんだよ。ユリアちゃん、その日何してるの？昼に塾の講義で、そのまま自習室にこもらないとです。勉強熱心だね。はい。でも会いたいです。ダメだよ、勉強しないと。店長は会いたくないんですか？会いたいに決まってるよ。その日実習サボります。サボってデートしたいです。悪い子だな。お願いします。でもそういう子好きだよ。どこか行きたい場所ある？特にないです。俺が手料理作ってあげようか。外でもデートしたいけど見つかったらやばいしね。そうですね、手料理楽しみです。本当にいいの？はい。俺の家来れる？逆に行きたいです。かわいすぎ。数日後。あれ、ユリア、今日は自習室いないのか？もしかして俺がいるから避けた？違うよ、今から予定あるの。別にトシアのこと避けてないよ。予定ってなんだよ、定期テスト前だろ。ちゃんと勉強しないとダメだろ。勉強はしてる。今朝も早起きしたし。もしかして店長か？あまり詮索してこないで。やっぱそうなのか。あのさ、ユリア、やめてって言ってるでしょ。今日多分付き合うと思う。え？もう両思いの感じ出てるし。だからもう私のことは諦めて。そうか、わかったよ。うん、ごめんね。10分後。今塾終わりました。駅のロータリー行けばいいですか？お疲れ様。うん、そこで待ってるよ。もう今から会うのドキドキすぎて全然授業聞いてなかったです。悪い子だな。しっかりお仕置きしないと。優しくしてください。もちろん。いや、こんなことならもっと早くにね。え？いや、なんでもない。待ってるよ、ユリア。5時間後。リョウ君、ありがとう。いろいろ助けてもらったけど、これからは彼女としてリョウのことも支えていくね。お、ありがとう、ユリア。で、どうだった？何が？わかるだろう。思ったより痛くなかった。だろ？俺テクニシャンだから、これからどんどん気持ちよくなるよ。本当かな？本当だよ。あ、もちろん俺らの関係は内緒な。はい。トシアってやつにも言うなよ、嫉妬で爆発するだろうから。はい、言わないようにします。いや、にしても遠回りしたわ。遠回り？うん。いや、実はな、俺ユリアのことずっと前から好きだったんだ。え、そうなの？
うん、面接したのも俺だし、顔可愛いから採用したんだよ。なんならもうその時から好きだった。え、知らなかった。いいよ。今となっては嬉しい。あの時告白してたら？さすがにオーケーしないかも。怖いもんな。うん。だったら俺の作戦成功だな。作戦？何の？ユリアをストーキングしてたやついたろ？何の話？あれ、もうこの話忘れた？忘れるわけないよ。木島さんでしょ？そうそう。そのストーカーなんだけど、犯人は木島じゃないんだ。実はあれ、俺なんだ。え？うわぁ、煽って悪かったな。でもなかなかスリリングだったろ？途中で騙すの申し訳なくなったわ。でも結果付き合えたし、あれはあれでよかったよな。待って待って。ストーカーの犯人が、りょうくんだったってこと？そうだよ。そんなことあるわけないよ。木島さんが犯人で、りょうくんはそれを助けてくれたんだよね。だから、そういうシナリオ。俺がヒーローとして登場したらキュンキュンしてくれるだろ。そういう計算のもとやったんだよ。信じない。体操服盗んだのも俺だよ。え？木島が体操服に興味ありそうだったから、それを利用させてもらったんだよ。嘘ですよね。本当だよ。ほら。え？びっくりした。まあ木島を犯人と決めつけてたもんね。でもちょっと考えたらわかるよね。だってロッカーの鍵を開け閉めできるのって俺くらいしかいないもんね。あれ、ユリアちゃん？おーい。何か目的なんですか？ん？目的は達成したよ。ユリアと付き合うこと。ユリアも嬉しいよね。大好きな俺と付き合えて。無理です。無理です。無理って何が？もう無理です。会いたくありません。別れるってこと？はい。そっか。じゃあ仕方ないね。あ、余計なこと考えない方がいいよ。君が今後真っ当な人生を歩みたいなら、このまま何もせずにいた方がいいよ。有名人になりたくないならね。じゃあね、ユリア。ありがとう。ごちそうさまでした。後日談。こんばんは、ユリアです。本当に怖すぎました。一番の味方だと思っていた相手が、実は最も怖い男でした。当時私は高校生で、このことを周りに相談できず、このまま泣き寝入りしました。もちろんすぐに、バイトは辞めました。それに対しては何も言わず、普通の対応をされました。サイコパスって感じでした。5年経った今でも恐怖ですが、何もしてこないので放置してます。今でも誰かがターゲットになっていると思うと、ゾッとします。やたらと親身になってくれるいい人は、本当に最後まで、あなたの味方ですか？警戒しすぎることは良くないですが、信じすぎることも、また良くありません。自分の身は、自分で守りましょう。以上、私からの教訓でした。